現場のさ、うん、弁当ってさ、肉と魚どっち食べる？肉やっぱりなんかさ、変わったケータリングとかさ、なんかあった？まあだから普通にさ、こうあったかいカレーとかは出るよね。カレー、現場が温まるんだよな。そうそうそう。まあ、あとは変わったの、そうだ、たこ焼きとか。たこ焼き作るの？そう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 。まあだからあとはクレープとかカフェ。クレープカフェ、かわいいなでもあの、あったら食べちゃうんだよな。そうそう、現場だと食べちゃう、ね、そう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 。まあ、でもあとケータリングじゃないけど、あとマッサージとか来たことあるな。マッサージ、うん、ハリウッドだね。そうだよねそう、主役の人がさ、そういう差し入れとか言うと盛り上がるよね、現場がね。だからさ、俺も早くさ、そういう立派な主役になってさ。そうだな、板前とか呼びたいな。板前、うん、みんなに寿司食ってもらいたいわ。お、へいお餅。お、うん、粋だね、粋だね